こんばんは。ちょっと今日はいつもの端末を忘れてきてしまったので、いつもともしかしたらいろいろ違うかもしれません。仕様がちょっと変わってるかも。だけど今からご飯を食べるだけの配信をします。うわ、もうそう。今日のご飯はこちら、ハンバーグ弁当。なんか昼夜2食出たんですけど、出たんです。お昼は赤魚の塩麹焼き、夜はハンバーグを食べます。いただきます。でもあんまお腹空いてないんですよね。うわ、チンすればよかったかも。うん、チンしよう。え、目玉焼きってチンしても大丈夫？ちょっとスタッフさんに、すいません、場所借りますって言ってチンしてこれ。ちょっと待っててください。おかえり。長時間いなかった。すいません。
ただいま、おかえり。いや、温めスタートをした。多分2分ぐらい、今2分ぐらいでしたよ私。そんな、みんなハルピョンのこと好きすぎてるやん。たったの2分なのに、そんなハルピョンのこと好きすぎてるからみんな待てないんだ。ただいま。ということで、お弁当が温まりました。9時半に、なんかその私投資終わって自主練しに来たんですけど、なんか今日振りが合ってなかった曲をちょうど今合わせてるらしくて、9時半には終わるって聞いたんですけど、やばなので、まあ、とりあえずご飯食べる配信して、ここもね踊れないわけではないので、踊るスペースはあるので踊って、9時半に広いスタジオに行こうと思います。なんかね、今日その広いところ、いつものスタジオとは違う、ちょっといつものスタジオこんだけぐらいしか使えないぐらい、なんていうんですか、これぐらい、今日使ってたスタジオがこれぐらいだとしたら、いつものスタジオがこんぐらいみたいなぐらい、今日は広いところでやってきたんですよ。そう、でも振りとかも何もまだ固まってない状態で、そう、個人個人が起こしたみたいな、振り起こしとかレッスンして起こしたっていう状態で今日のその投資をやったので、絶対無駄だったと思う。普通逆だよね。みんなで振りを固めてから大きい会場で、会の大きいスタジオでやるのが絶対正しいと思うんですけど、何回もコンサートやってるけどいつも逆なんだよね。メンバーはいつも疑問に思ってるんだけどね。全然なかなか改善されない。事故、めっちゃ事故。怪我はない。空のペットボトルとこの女優ライトちゃんが落ちました。お弁当は大丈夫です。お弁当はこっち側にあるので、そう、今日いつもの端末ね、今日配信ここでするって思ってなかった。てか普通に自主練せずに普通に帰るつもりだったので、
そう、でもやっぱり帰るとやんないから、やんないわけじゃないんだけど、やるんだけど帰んない方がやるから。ちょっと立たない。iPad でやってる今日は。だからだから事故った。そうです、すみません。大きいな、大きい。私はもうめっちゃ本当に遠いんですよ、レッスン場まで。その広い会場からお弁当にめっちゃ海苔ついてる、もったいない。そうだからもうみんなのことを、みんなの出発を待って、みんなのなんか程よい解散場所で解散してから、スタッフさんとこのレッスン場所に、レッスン場にバスで来るのはちょっとマジ時間かかるなと思って、一人で現地解散をしたんですね。でまあちょっと早く着いたんですけど、他のメンバーよりも早く、その今レッスンしてるメンバーより。でも5分10分ぐらいしか早く着いてないから、え、だったらバス乗ればよかったって後悔してます。うん、まあ、でもその5分10分の間にねやりたい曲ができたけど、私待つのが嫌なのよ、うん、なんか自分のことで待つの？その電子レンジで待ってるとかだったらいいんだけど、同じ時間に終わったのに、ですぐ準備すればいいのにみたいな、そういう待つ時間、人を待ってる時間、別に集合時間この時間ですって言って私が10分前に着いてその集合時間10分まで待つとかなら全然できるんですけど、同じ時間に終わったのにみたいな時間がすごく苦手で、
でも電車で移動してたらさ、間違えた、バスで移動してたらさ、バスでご飯食べれたからさ、うん、むずいな、うん、相手が待ち合わせに遅れたら帰るタイプ、え、全然言ってくださいって感じ、その遅れるとかじゃなくてちょっと遅れるとかは嫌です私。10分遅れるとか言ってくれれば、え、じゃあその10分の間で私も何かできるなってなるじゃないですか。ちょっと遅れるが一番嫌だ。バスじゃなかったらご飯冷たかった、確かにそれな、ご飯はあったかい方が美味しいですから。テテヤさん、サプライズレバーさん、エンジェルハートキャンディありがとう。ヨッシーさん、ありがとう、ありがとうございます。フレイレ完成した時嬉しい、フレイレ完成した時ってなんだ。カラコンウィンク流しちゃった、危ない。明日も早起きです。今何調べようとしたんだっけ？あ、思い出した。ゆきりんさんのさ、ちょっと待って、あ、もう出てるんだ、よかった。お、すごい、ショッチマンさん、思いを届け、ありがとう、ありがとう、届く、届けて届けて、いっぱい。あのカラコンインクに収録されてるゆきりんさんのソロ曲、最後の
ソロ曲、最後のソロ曲、 AKB としての卒業ソング、最後の最後までっていう曲があるんですけど、今日そのゆきりんさんの投資をして、まあ、ゆきりんさんの本当にもうマジ超なんて言うんですか、もう音源じゃなくてちゃんとゆきりんさんがそこで歌ってるのを聞いたんですけど、歌詞見ながらえぐい。えぐいマジえぐい。歌詞も実際にこう見たのね、マジえぐい。え、歌詞もやばいし、なんか本当に噛み締めて聞いて、もうやばい、早く発売されてほしいこの曲、このシングル、みんなに早く聴いてほしい。もうすごいです。だから3月13日を楽しみに待っててください。初回限定版タイプ A に入ってるんで。本当に歌詞がやばいね。あと普通に他の曲やってても思ったんですけど、あ、特に私はソロコンにこの間行かせていただいたので、もうその時から思ってたし、思ってたし、まあもともとずっと思ってることなんですけど、マジ歌うまい。本当に今さ、こうゆきりんさんが卒業されるってなってさ、やっぱさ脳内でゆきりんさんの声で再生される楽曲ってあるじゃないですか。特にチーム B の楽曲でいっぱい、ね、どうなるんだろうって。これから先もうゆきりんさんのこの声ではさ、卒業されちゃったら聞けなくなっちゃうじゃないですか、ゆきりんさんの声では。まあ、 あの CD 聞けよって言われたらはいわかりましたって感じなんですけど、そのライブでゆきりんさんの声で聞くことはなくなっちゃうじゃないですか。うん、なんかそれがすごい。複雑な気持ち。本当に卒業するんだなって。でも本当に（笑）すごい。あの曲を本当に早くみんなに聴いてほしい。3月13日発売。いや違うんですよ、そのソロアイドルとしてとかそういうことじゃなくて、この AKB の曲を AKB のライブで、この曲のパートってさ、もうゆきりんさんの曲っていうか、もうゆきりんさんの声でしかないよねみたいな。曲のパートがあるじゃないですか。
それがどうなっちゃうのみたいな。まあ別に他のメンバーがその別にさ、例えばじゃあ別に夜風の仕業だって他のメンバーやってたし、やったことだってあるし、別にテモテモだって他のメンバーやったことあるし、別にね他のメンバーがやっちゃダメとかできないとか、そのメンバーゆきりんさんじゃないとダメとかそういうわけじゃないんですけど、やっぱどっかで脳内で再生されるあの声、美しい、うん、やっぱ例えるならば高見菜さんの掛け声じゃないリバー、めっちゃいい例え。別に他のメンバーがやってもかっこよかったりとか素敵に聞こえるけど、やっぱあの声はもう高見菜さんでしかないっしょみたいな。ビギナーとかも人気なのは横山由依さんのインユアポジション、よく TikTok で回ってくるかわいいゆいさん、絶対プレッシャー半端なかっただろうな、あの当時総監督変わるってなって、やっぱ高見菜さんのあれをみんなは耳に聞いてるからさ、私がやったら絶対ひっくり返るもんみんな、えーかわいい絶対みんなひっくり返る、川流されて海まで行っちゃう、うん。もはや水流れんかもしれん川にもならん、よし、ご飯食べ終わります、配信は終わっちゃう9時だし、まだ飲み物もあるよねってきた、え？これ全部飲めってこと？無理なんだが、ハルピョンの紐になりたい、絶対やだ、なんであなたのためにお金を稼いで働かなきゃいけないんですかなんでですかA ダッシュさん、エンジェルハートキャンディーありがとうございます。将来絶対ひもとは結婚しませんなのでひもになりたいあなた、残念、お疲れ様でした
専業主婦が、え、違うよ、専業主婦もやだ、家事できないから。私別に自分より身長高ければ何でもいいし、顔も別にイケメンじゃなくてもいいです。はい、女子がみんな長身のイケメンを好きだと思うなよ。はい、え、だってめっちゃ身長高くてめっちゃイケメンだけど、浮気するとか最悪ね、一番最悪、夜帰ってこないとか超最悪。そう、だから私は長身のイケメンだから好きになるわけではないです。自分より背高くて、車の免許は絶対に持ってて、自分より余裕がある、心の余裕があって。なんだろう、好きなことがある人、やりたいことがある人、何かに、やっぱだから私ほんと最近よく言ってるのは、こうアニメ系あれが好きじゃないですか、そのがんなんて言うんだろう、青春キラキラものみたいなのがめっちゃ好きなんですけど、青春キラキラものって言うとなんかキョロキョロになっちゃう、違う、少女漫画系とかじゃなくて、こうスポーツ頑張ってます中高生みたいなのが結構好きなんですけど、やっぱだからそういう感じ、なんか頑張るものというか、別にそれが仕事じゃなくてもいいですよ、趣味とかでもいいけど、これをやりたくてやってますっていうのが1個以上ある人、自分よりお酒強い人、あとなんだろう、あとなんだろう、性格はって言われたら分かんなくない、性格ってどういう性格がありますか。どういう性格がありますか。野球好きな人、別に野球は好きじゃなくてもいいけど、
じゃあなんか別ににわかとかでもいいから、なんか私もサッカーとかめっちゃにわかだったけど、こうやっぱ日本代表として戦ってくださってる皆さんがこう戦っててかっこいいじゃないですか。そういうのを一緒に応援してくれる人、私はそういうの見たいタイプ。 WBC とかも見たいタイプだし、こう野球サッカーも、野球は WBC だ、サッカーとかバスケとかもう、まあ、なんか日本の選手が頑張ってたりとかしてたりとか、なんかこうね、なんかが富山の選手とか、こう自分と共通点がある選手が頑張ってるのを見るのがすごく好きなので、そういうのを一緒に応援してくれてる、一緒に応援してくれる人。あと私がどれだけ太っても文句言わない人どれだけご飯を食べてても それ以上食べたら太るよって言わない人、うん、いや太れない。でももし貸したらアイドル辞めたら太るかもしれないじゃないですか。あと私がメイクめんどくさいからって言ってメイクしなくても怒らない人うん、すっぴんでいても許してくれる人あ、そう、生活音、そうですね、生活音が静かな人、うん、扉とかバーンみたいなのやだ。あと話し合いができる人、めっちゃ待って、めっちゃ条件多いやん、うち話し合いがちゃんとできる人、なんか例えばなんだろうな、なんかがあった時に多分私なんかが喧嘩になりそう、喧嘩してもいい、良くないですかっていうタイプなんだけど、違うのかな、世の中のさ男女って喧嘩したら別れるの、じゃあもう喧嘩できんやんじゃあうちのパパとママ何回別れてんだよもうってなるから、そう、話し合いがちゃんとできる人ですね。うん、あ、殴らない人そうね、もしも将来まあ、いろんなことに恵まれて子供ができたとしたときに、子供のことを絶対に殴らない人あと素敵な、その周りの人から素敵って言われる人、いい人だよって、この子いい人だよって言われる人。いや、なんかじゃれ合いみたいな、その子供にはダメですけどじゃれ合いみたいなのは許されますよ。そう、でも、まあ、本気で殴らない人、同性の友達が多い人はいい、多い人がいい、あ、そうなんだ、外面だけが、絶対やだ
さりげなく車道側歩ける人、別にさりげなくなくてもいいけどね。やばい、うちの理想なら一生語ってられる。あと私よりはアウトドアな人、私割と本当になんか、てかこれしようあれしようって言ってくれる人。なんか私って本当に人についていくことならどれだけでもできるんですよ。でも人とこれしようあれしようっていうのが苦手なんです。そう、なんか別に何て言うんだろう、全くその言わないわけではないんですけど、みずみんに一緒にこれ行こう、ここ行こうとかって全然言うけど、でもこう言われる方が楽なの、人に合わせる方が楽なのよ。なんかあれしようこれしようって言ってくれる人ですね。占いだと橋本さんは面食いらしい、その占い当たらないわ。面食いだったら余裕で男性アイドル好きになるじゃん。ほんと私根っからの AKB が好きだったよね、本当に。でもそう、アクティブすぎても、あの自分の時間はちょっと欲しいかもしれないから、あの自分の時間はちょっと欲しいかもしれない。まあでももちろんそのこれずっと言ってるんですけど、もう本当に顔以外全部一緒、身長もミリ単位で一緒、もうこれからの成長スピードも一緒で、これから稼ぐお金の量も一緒だし、これまで稼いできたお金の量も一緒で、もうそれ以外もう本当にもう何も変わらないんです、顔以外はみたいな。っていうのだったらもしかしたらそりゃあ私がね、こうこっちの方が顔好きだなって思う人のことを選ぶと思いますよ。そりゃそうよ。みんなそうでしょどうせ。全く一緒、もう顔以外ハルピョンと同じ人で、顔だけがハルピョンと違ったらそりゃ自分の好きな方の顔を選ぶでしょ。そりゃそう、そういうこと。好きな顔ってイケメンとは限り、まあ人によりますよね。この顔がイケメンだって思う人もいれば、この顔がイケメンだって思う人もいるじゃないですか。だから推しメンっていっぱいできるわけで。逆か。だからファンの方っていっぱい本当にメンバーそれぞれについてくださるわけで、そりゃあもう橋本環奈さんみたいに誰が見ても顔整ってますみたいな顔の方もいるけど、そうですけど、確かに。なんかそのアウトドアインドアとかのこうなんて言うんだろう、趣味とかそういうのが合うよりも、私は確かに金銭感覚が合う方がいいっすね。確かにそれはそう。
確かにそれはそう。どれだけめっちゃゲームの趣味合うんですみたいな人だったとしても金銭感覚合わなかったらちょっと辛くない？同じ趣味、めっちゃ同じ趣味でみたいな、だっても金銭感覚合わない人とは絶対に長続きしない。いや、その人がお金持ちならいいですよお金持ちならいいです。はい、ギャンブルも別にやらな、ん？やるなとは言わないです。私はでも依存しちゃうのはちょっと良くないと思うよっていう感じかな。だってじゃあそのギャンブルに使ってるお金を他の人がなんて言ったらいいんですか、別のじゃあ例えばみんながアイドルに使ってるお金を別の人はギャンブルに使ってるだけかもしれないじゃないですか。だから別にそのなんてギャンブルをやるなとは言わないです。ただそれがちょっとね依存しすぎてちょっと度を越しちゃうとちょっとハルピョンの手には負えないよねみたいな話ですね。はい、やばい、マジ現実逃避してる今、練習したくない、やばすぎ、しなきゃいけないのに。え、しかもじゃあ私は謎解きが趣味で謎解きをね大好きですって言ってるじゃないですか。あーちょっと間違えたな例えが違ったな。うーん、例えばじゃあゴルフが趣味の人はいるじゃないですか。でまあゴルフをやりたいみたいな、でゴルフ打ちっぱなしに行きますみたいな人もいるじゃないですか。でもその人たちってこのゴルフをすることにお金を、まあ、使うじゃないですか。でギャンブルが好きな人はギャンブルをすることにお金を使う、まあ、それは一緒ですよ、ゴルフをしている人と。でもギャンブルをしている人はもしかしたら勝って帰ってくるかもしれないってことですよね。だから別に推奨してるわけじゃないですけど、別にそんな悪いことでもないんじゃないかなとは思いますね。推奨してるわけではないですよ別に、全く。依存はダメですよ、まあ何事もね、何事もやりすぎはダメです、ほどほどに。ほどほどにです。何事も飲みすぎ食べすぎ寝すぎ全部ダメですよ。でも一個だけ許されるのがあって、やりすぎの一個だけ許されるのがあって、ハルピョンのことを好きすぎはめっちゃ許されます。全世界から許されるやつだから、なんかどう越したのがいいなっ
ってなったらハルピョンのことを好きすぎで、はい、ということで終わります。配信自主練します。あ、まあ、ちょっと行き過ぎてこうねついてくるとかストーカーになっちゃうとかはちょっとやめてくださいそれだけはちょっとやめてくださいごめんなさいね。いきます。ランキング1位てつやとはるぴょん大大大好きさん、2位直吉さん、3位エーダッシュアットぴょんどさん、4位たけにいさん、5位エンドレッドアットぴょんどさん、6位バジュンさん、7位にゃーこさん、8位ともゆきさん、9位鉄道ナイトさん、10位としさん、11位ギャローさん、12位サプライズレバーさん、13位マックメックさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。この後自主練頑張りたいと思います。まずは明日の曲を頑張ってやって明日完璧にできるように完璧にできるまで頑張りたいと思います。それでは最後にキャッチフレーズをして終わります。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7136盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本アレナでした。それではおやすみなさい。またね、頑張ります。自主練バイバーイ。